怖いなぁ。なんか止まってたから一瞬なんで。さあ、行くぜ。白の様来ましたね。元気にしてた？そう、天眼さんのこと感謝しています。どんなこんなにぶつかっても、ポケモンと乗り越えてきたのね。それはどんな時でも自分に勝ってきたということ。そうして学んだ強さ、君たちから伝わってくる。それとここに来た目的は分かっています。ポケモンリーグチャンピオンとして君と戦います。さあ、シロナ様。勝負とシャレコボー。かっこいいし、かわいいし、美女やし、やっぱビカルギやし。やばい。いろいろとやばい。悪夢が。ちょっと待て。ミカルギプレッシャーやろ。ならさ、俺さ、誰も進化できんじゃねえと思っちゃう。最初から最後までタレマシンガンで行かせる気満々。お、ナイス急所、ナイス急所。うん、したんやろ。お、ナイス急所、ありがとう急所。お、一回でこれ持っていけたのは大きいぞ。ミカルキ結構強いんだよな、ほんまマジで。4回当たるシャドボクル。おっそ、シャドボ。うわ、ちょ、待ってよ。なんでいつも特防下げられんねん。ちょ、待ってや。ちょ、待ってや。それは聞いてない。いや、ほんま聞いてない。頼む。5回当たって。頼んだで。よし、もう1回。もう1回。よーし、ミカルゲ、ミカルゲ行ったら大きい。これは大きい、ほんと。よーし。これは勝つる未来が。ミロカロス。ジバコイルでじゃあ、行きましょう。怖い。すげえ怖い。ジバコイルやられたら、まあ、まだ残ってるから行けるよ。もう1匹おるから。放電注意報じゃ、熱湯されちゃう、ガチャー、死んじゃう、火傷されちゃう、急所に当たっていく、怖い。放電じゃ、麻痺れー、麻痺って前、おっしゃ、火傷したって、なんで火傷、火炎玉で火傷、なんで、あ、そういうことか、今理解した。嫌な予感。いや、でもこっちが早い。あれ、なんで今なんでってなった。ミラーコートね。あ、でも君も死んだから。相打ちやね。相打ちですね。やってもうた。これはやってしまった。ミロカロス行く。さて。次何出すかなんて知らんぞ。知らんぞ、ほんま。知らんぞ、ほんま。これ、ムックホーク出した方が今である。うん。こういう時は。あ、ロズロイド買った。これ買ったぜ、これ買ったね、これ買ったね。毒の時で毒にならん限りはな。いや、ほんまそこ。60ですから、レイバード行ったら。何ヘドロ、え、そっちの方が早いの、カシエル、うわ毒っちゃう、わ毒っちゃう、わレイバードじゃおら。さあ、次何を出すかによって、このままいけるかいけないかが変わる。9やからね、あとね。いや、でも、食らうか、ワンちゃん。毒食らうか。お、振り当たれ、お、来たー、胸圧、胸圧、火炎車と変えとこう。胸圧の展開来た、これ。やばい、これ死んだか、死んだな。やばいな。やばいな。なんとなくな、ゴルダックで行った方がいいような気がする。トリトドンやった。
やってもた。ふとさ、シロナといえばさ、ドラゴン地面のあいつを思い返してしまって、それで言ったら負けたな負けたなってなったな。うん、あ、弱ってな。ギガドレンジャーが養分吸収させていただきます。ここでのこれはありがたい。吸収はほんとありがたい。あと養分も回収できてすごくありがたい。223まで、ナイスね。素晴らしいね。これは勝つるぞ。未来が見えたぞ。さあ、ルカリオ出してくる。ルカリオならばこちらもルカリオじゃん。お互い励もうぞ。ルカリオ同士でな。怖いなぁ。63同士。さあ、どちらが早いのか。さあ、ハローランデ。ワルダクミ、そっちが早い。ですが、ワルダクミです。これは、余裕感があるんでしょうね。ですが、ハローランどうなる。一発、残る。これは負けだか、負けなのか。ドレンパンチじゃん、これなら。うわー、やばい。これも悪だくみされた後の波動弾はやばい。うわー、生き残ってくれてもよかったんで、ルカリオ。いや、ほんまそこやわ。頼んだで、ギャロップ。フレアドライブじゃ、うらーって。あ、なんで？なんでだ？なんでだ？うおお、ナイス！ナイス、こいつを生かせたら、クリアドライブ。大文字でもよかったけどね。命中が外れる可能性あるから、ちょっとこっちでね、犠牲覚悟でやったら、ほんまに来てるな。すまん、ギャロップ！よし、ならばもう、あとは。おかぶり追い詰められたのはいつ以来かしら。来たかぶりやす！来るかな、思ってた。どうなるやろな。遅いやろうからギガドレインで、ちょっとでもしぶとく残ったろ。ちょっとでもしぶとく残ったろ、ほんま。な。よし、ギガドレインじゃな。またギガドレンジャー決めてにかけるみたいやな。火炎放射とか覚えてなくてよかった。ほらー、こっちはメトロノーム持ちじゃで。メトロノーム持ちやで。まだまだよ、こんなに楽しい時間。そんなん言われたらちょっと困るかな。困るかな。どうやればいいんかな。あ、これ終わったかな。相手がギガドレンジャー、侵略プラスメトロノームじゃ。あ、急所に渡った。こういう時ほど、こういう時ほどドライトツが素晴らしい相棒だと言い切れる自信がある。よかった、ゴルダック最後残しとってん。ワンチャンあったらさ、ワンチャンというか、そのドライトスがやられた時の保険のために。さっきまでの君は最強のチャレンジャー、そしてたった今最高のポケモントレーナーとしてチャンピオンになったのね。ああ、かわいい。かわいいし美しいし、お見事です。素晴らしい戦いだったわ。ポケモンが最大限力を発揮できるよう応援しつつ、冷静な判断で見事勝利した。その情熱と落ち着き、二つを合わせ持つ。君とポケモンならいつだってどこにだってどんなことでも乗り越えられる。戦っていてそう思ったの。中央地方の新しいチャンピオン誕生ね。さあ、そのリフトに乗って。
あー危なかった。あと2体だけやったね。勝ててよかった。メタラでも、メタラノーブも待たせててよかった。すごく思う。ファイトすごかった。待たせててほんと。この先にあるのが殿堂入りの部屋。お、ナルカモード来た。ドラティ、さっきの戦い見事だった。あら、ナルカモード博士。うむ。ポケモン図鑑の手伝いを頼んだ子供がここまで来た。その成長を見届けるのが当然だろう。ドラティ、なんというか大人になった。すごく頼もしくね。相変わらず子供がお好きなんですね。ドラティ君、こっちで来てくれるかしら。七日まで博士もどうぞ。九州の友って感じだね。4年前、食べに出たのがシルナだったんかな。そんな気すんね。うん。久しぶりだな、ここに入るのは。私がチャンピオンになった時だとすれば、かなり昔のことですね。かなり昔、4年前ではなかったか。さて、ドラティ君、この殿堂入りの部屋に、刻むのは君たちの名前。残すのはここに来るまでの旅の思い出。さあ、ポケモンリーグの厳しい戦いを勝ち抜いた、君と共に戦ったパートナーのポケモンを、このマシンに記録しましょう。おー、しよう。ああ、よかったー。ああ、一つ、ああ、ポケモン博士、ああ、ポケモン博士、ああ。そうなるよな。よく、伝統よりおめでとう。ありがとう。ドライタス。ありがとう。ユカリアもありがとう。ギャラップコーン、ほんまありがとう。ムクフォークコーン、ほんとありがとう。すげえ、これだっけ、ありがとう。ここだぜ時に活躍してくれた。千葉コイルもな。うん。素晴らしいみんな。レベル60代だ。よかった。30時間。25分。みたいな感じやね。チャンピオンおめでとう。ありがとう。やあやあ、どうも。あ、シャイニングパール来ましたね。エンディング。まあ最初ですからね。まあ、見ていきましょう。ちょっと、いろいろ押しちゃってたけど。スキップできるかな。できるわけなかろうよ。エンディングやぞ。やったね。てか遅くね、自転車。自転車遅くね。まあこの後もね、多少ちょっとストーリーとかあるんで。そちらの方も、この縛りのままね、落とし物と、その縛りのままやっていこうと思いますよ。何回やろな、合計。ポケセンに入った回数。でもそこまで多くなかったよな。見た感じな。30から40あたりなんじゃないかな。なんて思う。うん。極力いかんように沿ったから。極力。これはあかんって思った時だけやめたけど。は入ったけどね。いやー、きつかった。いや、まだきつ続くんやけど。ショップが使えないっていうのがまずきついよな。やっぱり。うん。ショップ使えんっていうのがな。のは、身に染みて思った。うん。やっぱショップありきやな、思ったね。ポケモンのゲーム。うん。だからこそ、ブリリアントダイヤモンドの方では、うん、ショップとかはそのままにして、普通に使えるようにしといて、メスしか使えない。縛りでやってる。なんで縛りでやろう思ってやるな。今更ながらちょっと不思議に思った。でもシャイニングパールで、この縛りでね、落とし物を献上縛りでやってるわけやから、やっぱ何かしら縛りでやろうかなって思ったよね。
その時に最初にね、ヒコザルメスでスタートしたんよ。その時に10針出たんよ。で、その後もね、メスなんか多いな。メス縛りやったらおもろいんちゃう。やってしまったよね。そうしたらね、こうなったよね。ああ、買い物もできたんやね。うん。着替えもできたんやね。ちょっとね、そういうところもできなかったんよ。ショップ縛りやから。ブリリアントダイヤモンドの方では絶対着替えさすぞ。着替えさすぞ。ほんまな。はあ？どうした？どうした主人公？何を見ている？海流でも飛んでたんかな？じゃ、キャモメかい。いや、キャモメかい。お、ビーダル。野生のビーダルと一緒にサバイバル生活でもしてんのかな。お、ヒョウタとトーガン。デンジもマキシモウカミもある。挨拶に回ってんのかな。うん、そんな気すんな。あ、チャンピオンおめでとう。あ、チャンピオンになったんだ。なったんやな。おめでとう。ランナーが言ってそうやな。ランナーな。なんでこんな名前にしたんか不思議だな。多分不思議だろ。なんでなんやろな。安直な名前で行こうかって言ったら無理やん。ランナーな。光はな、いい感じにな。アクセントに添えられてたやんか。眠りたぐのみゆくしがおる。ちょっと分かってないけどな。黄色いのがゆくし。で、変な髪の毛してんのがエムリットで、青いのがアグノムか。ちょっと覚えてないかな。うん。あ、家、帰ってきましたね。さあ、この後どうなるのか。終わり。本当に？そこはハテナになるんじゃないかなって思っちゃうよね。うん。わかった。わかったって。わかったって。スキップできてよかった。あとは。よーし。ということで、今回はキリイシ、ここで終わって、次回、先やっていこうかな。いや、ちょっとだけやるか。ちょっとだけ。触るだけ。本当に触りだけ？ドラティ、さっきランナー君があなたを呼びに来たわよ。なんだかよくわからないけど、ゲスキシティから船に乗れ、ですって。あの子せっかちでしょ？話は聞く前に行っちゃったの。どうなの？七日まで博士のお手伝いは、順調なのかしら？順調ですよ。じゃあ行ってきます。ゲスキシティですね。タウンマップね。ここやね。ヒードランおるとかやな。なんか懐かしいな、ヒードランっていうのが。響きがもうすでに。さあ、行くぜ。あ、もうポケモンは戻ってるよね。全開してるよね。それならば問題はな。なんだ？バトルゾーンまでの船へ乗っていくかい？はい。おうよ。じゃあ、出航で行くぜ。ブーン。突っ張ることが男。ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと言っちゃったなって、言いたくなっちゃったじゃないか。なんだ、ドロディか。遅いぞ。緊張くんな。そんな追ってるわ。よく聞けよ。俺最強のトレーナーになるからさ。ここで、己とポケモンを鍛えるってやつだぜ。ごめん、今の話聞こえちゃった。最強のトレーナーだって、それは難しいよ。だって、それって俺のことだもん。それを証明するためにさ、今から火山に行くのさ。なぜって、顔だね。何も知らないんだね。しょうがないな。このバトルゾーンの奥には火山があってさ、そこの空に奥に宝物があるのさ。なんだってんだよ。じゃあ俺がそれを先に見つけたろ。
俺が最強トレーナーだな。カットね、ドラティ。あとはそこの知らないやつ。俺が先に取っちゃうからな。だけどその前にバトルと戻せ。じゃあな。あいつ落ち着きねえな。俺、バク。まあ、あんな奴に負けねえけどな。で、お前さっきのせっかちトレーナーの知り合い。あいつ追いかけて肩をバカにするなよって。教えてやるといいぜ。ああ、そうだな。俺、バトルとまで行きたいないと。火山まで行けないかもな。じゃあな。ほんとかい。バトルタワーな、懐かしいな。まあ、ここはザロクの実とかね、木の実系は全部取っておこう。お盆。お盆の実、ビッチね。オーブン。よーし。あれ？ちょっと待って。あ、今回できひんのか。横移動。今初めて知ったぜ。クリア後に初めて気づくシステムに。いや、バイドラゴンズ行け。とても喜んでいるような。いや、俺はびっくりしたようだ。何もなかったからし初めて行く場所はいつも胸が躍る。今まで行った場所、新しい発見があるかもな。かもな。強い時取り終わりはないんだぜ。なんとなく言ったセリフだけど、今のってかっこいいよな。